問題16、赤灰の上手な活用法。出てますね。よくわかんないこと言ってますね。なんか親のリーチを受けたとか書いてあるんだけど、1行目に。この本良くないよね。親のリーチを受けたんだら、その親のリーチのパイ図見せろよな。てなわけでいいや、101ページいっちゃおう。もう101ページいって、親のリーチ来てるんだって。うわ一発だぜ。おい一発どうする。みんな自分の手をどうするかなんだよ。まず、統一が3組1あんこ、役がないけど赤馬入りで、浮いてる灰はトンナンチューと比較的通る。トンナンは現物、チューはションパイだけどまあまあ通る。どうするこの手。馬も通ってる。一つ情報があります。778ピンがあるんだけど、9ピンが場に4枚出ちゃってんのよ。はい、だからもう6球ピンも微妙かといって、パーピンも安全パーじゃない。降りよっか。これでも行きたいっていう人はいいよ、トンかナン切っちゃってください。おすすめは2枚切れのトンと1枚切れのナンなんで、どっちもあるな。攻撃的に行きたいならトン切り。はい、他の人にトン2枚切れのトンの安全パーを取っといて、1枚切れのナンから行くのが、まあ、少しだけ守備より、何も自分で重ねたるわと思う人はトン切ってください。だけれども僕としてはもうこれは778ピンの部分も切りたくないし、チーマンも通ってないし、チート行くにもイーソー通ってないし、みんな平たいんでやりたくないです、っていうんで、僕はここで赤ウーマン切りという解説を書いてあるんですけど、これはですね、ちょっとこの時ね、下茶のこれ二階堂さんだと、アキちゃんがいてね、はい、これ久取リーチ来たんだ。久取リーチに対してアキちゃんからあれが来て、アキちゃんがシャーチャーにいて、で二階堂さんって結構面前型で守備型なんで、普通の黒いウーワン切ってもなんか泣いてくれそうねえなと思って、で教託がこんだけあって、あの赤ウーマンだったらさすがに2000点か3球ぐらいで泣くだろうと。二階堂が、なんでここまで僕が二階堂の手を読めたかっていうと、二階堂がドラ切ってんだよ、五巡目に。ペー。二階堂がドラのペー切ったら、それはもう、危い。うん、危ないのことね。うん、危い。なので、もしかしたらこれ、ウーワンとかで、ダマ点はまずありえない、まずね。ダマ点は。はい。まあ、手出しつも切りここに書いてないんで、なんとも言えないんだけど、まずウーワンはさっき通ってるし、ウーマン待ちだったら川がまあまあいいんで、リアンウーマンだろうがウッパーマンだろうが大体リーチ来るんで、はい、これはまあ大体リーチ来ると。で今黒いウーマンを切ってもチーしてくんない、そんな 赤2つ残りがあってなんて、それでもまだマックス3球でしょ。だからここで赤ウーマンを切ってあげれば、この人はな一発を消してくれるし、上がってくれれば子供が上がる分にはいいやと思ってたんで、ここはね赤ウーマンを切ってシャーチャーを利用しました。ペイ切った人がタンヤオ系のリャンシャンテン、まあイーシャンテンだな、ドラ切ってるからイーシャンテンだと読んで、やり合わせました。親に4000とか引かれたら嫌なんでね、そういう考えのもとやりました。あとこの手って親の皮が強すぎる。皮が強いっていうのは親の捨て牌見てください。リーチの自牌とリャンマンウーマンしか切ってないんですよ。だから手配が進まなくてもシャーチャの人がイーシャンテンだと僕は読んでて、大体当たってんすよこういう時。人読みも含めてるんで、僕はねパイリの読みとプラス人読みで彼たちの研究をしてるんでね、で大体イーシャンテンって分かってて、でこれね捨て配が強すぎて、このシャーチャは親に打っちゃうんすよ、どうせ降りれないから。だってウーマン僕が独占しててさ、この手ね、安全牌ないんだもん、もうシャーチャ持ってないんだもん安全牌。まあそう考えれば黒ウーマンでも泣いてくれたかもしれないけど、いやでも黒ウーマンタンヤオピンフのイーシャンテン両面で黒ウーマンなら多分泣かないんだよな。1000点だと1000点で親に突っ込んでいくの辛いじゃない。だから一回スルーしちゃいそうなんだよね。両面で安牌持ってるようなイーシャンテンだと一発でフォッと持ってきたら安全牌を切る、でその危険牌1枚浮かせながら何か面前でテンパった時はリーチで、もう一個無筋を持ってきて危ない牌にまた危ない牌で、危ない牌が2つになったらもう単品系が降りちゃうみたいな人多いんだよ。で降りられちゃうと親のこうなんていうのやり放題になっちゃうからさ、それもそれで気に入らねえと思ってさ、この曲そういう意味で差し込んじゃ泣かせに行ったんだよ。これ結構大事だから、泣かせに行くっていう
102ページ見て、102ページ。赤兵を泣かせることが得意になる場面もあるんだよっていうね、これはいい例ですね。はい、 M リーグでは多分これ初めてじゃないか、わざと赤をこう泣かせたっていうのは、うん、こういうのはたくさんあるんだよ。こんなの、知ってる人もいるかもしれないけど、こういう知識技術っていうのももう数百個あるんで、やってやりましたと。じゃあ次いきます。17番、早い愚形転廃。早い愚形転廃、思い出した。完治そだま手のまま終盤積もっちまった。リーチもあったなてな感じ。いやこれほんと失敗したんだよね。これ書いてっかな、ここで。ちょっと待ってね、一回さらっと目を通す。あ、ちょっと書いてある。105ページ見て、2巡目にテンパっちゃったんですよ。ドランなし、赤なし。これさ、ドラが数層だから、ウーソーとか引いてリーチしたかったの、それはわかるでしょ。だけど、こんなさ、ダマテン取るぐらいならさ、てか誰かから追っかけられたりしたら、つもぎり追っかけとかもあるし、いろんな選択を残したかったんだよ。それこそ誰かがね、数層と赤ウーソーを絡めたチーとか入ったら、あるいはドラポンが入ったら、降りたりリーチする選択を残したかったんで、ダマにしたんだけど、白切って。だけど僕が今失敗したと思ってんのは、こんなテンパイ飛んならパンソー切っちゃよかったね。パンソー切って、もし白がもう一枚来たらシャンポンでリーチしちゃえばいいし、うん、その選択がなかったのがちょっとぬるいな。うん、実際この曲覚えてんだよな。白2枚来ちゃってさ、リーズも白でさ、上がってたよ。うん、まあそれも結果論反省なんだけど、僕人のことを結果論でとやかく言う人でっきれいなんだけど、自分のことを結果論で反省するの好きなんだよね。だからこれはちょっと失敗、パーソー切れよかった。だからこの本でリーチって書いてある、教科書がリーチって書いちゃってるのよ。どういうこと、僕リーチしてないのに面白いね、大分かるって。だって大分かる M リーグでこれダマテンしたんですよ。で終盤にチーソー積もって700ホール積もったんですけど、大分かるがやってることを違うことを答えにしてますよ。面白いやつだな。答え、結論、リーチで、この形、この順目、この形に不満があるんならパーソー切ってください。うん、だから大井を全否定していきます。はい、ここは大井高路全否定するという、そんな感じでした。次行こう。練習問題だね。ん、役なしですが一巡目に転廃。おい、ダブルリーチじゃん。なんだこの問題、見たことないよ。実践対局の問題集でダブルリーチをしますかなんて問題あんま見たことないよね。大丈夫この本、どっちだと思う。107ページ見てみ。170、107ページ。これさ、2写真の3色あるじゃん。だから2万3万引いたら大きいよね。あと赤馬とか引いたらすごいよね。3面ちゃんにプラス赤。答えはリーチしてください。はい、で行きがっていいか、行きがって数層切りリーチ、これもう馬ぶりだから、うん、やんなくていい。数層切りリーチとかして、なんかこう数層の周りを危なく見せるとかも、うん、なんか考える人もいるんだけど、それはもう終盤の話だったりして、だって一発も消されないじゃん。4だったらさ、関数層とかでもさ一発消されちゃうかもしれないけど、1は一番さ数牌の中では一発消されないし、ヒントも出ないでしょ、うん、ここはイーソー切ってリーチ。ダブルリーチって基本リーチした方がいいよ、基本ね。うん、あまりにも変化が多い、あまりにも打点上昇のパイがある、いろいろ理由はあるんだよね。ダブリーしないこと僕も何回もあるんだけど、これがまた違ってね、234ウーピンウーピンだったら、僕はピンズがその形だったらイーソー切ってダマ、単品3色だったりピンズが23455の部分が伸びて三面茶になったりイーペーコになったりして、うん、そしたら僕はダブリーしない。だからダブリーが絶対偉いってわけじゃなくて、自分の手配によって変化の形、打点がどれだけ上がるかの形、それから自分の街が今どういう街かによって変えていきましょうって話。じゃあ次の問題、109ページの問題いきます。さあ、あら、また役なしテンパイだよ。みんな、なんなんこれ、どっち、子供、シャーチャ307、2着目のシャーチャ。さあ皆さんどうしますか。はい、考えてください。ローピン切りリーチ、ローピン切り闇点、テンパイ外す。テンパイ外すってどうやって外すの、これ。リャンマン切るってことか。リャンマン切るとウーワン引いたり、ウーピンチーピン引いてリャンメンという形だね。
まあピンズ、皮見るとピンズが一番良さそうだから外すのもありなんだけど、リーチしちゃいなよ。シャンポンになったってトンは一枚切れだし、これはリーチしちゃえよ。はい、リーチしちゃってるって答え。110ページ。うん、こういう手ね微妙なんすよ。そもそもやったリーチ先生、リーチイエーイという手配でもないの。渋々の中で、苦しい中でリーチしといた方が変なおかしなことにならないかなっていう程度の難産局のリーチなの。わかる？こんなもん負けてる親がさ、ブリバリ来てさ、追っかけられて1万2000打って、はい、ラスになっちゃった、バカー、もうやだーっつって。そんな、なることもあるから、リーチが絶対正解とは思わないけど、リーチしないことで被害被ることが多すぎるんだよね。特にこの状況。うん、自分がローピンをあるいは切っちゃったり、リャンマンを切ってテンパイを外した時に、相手が、その自分が満足いく、大分ガルがこう満足いく手配、リーチ形になるまでの間に他3人が自由に打てるってのは嫌なんだよな。ここでも書いてるんだけど、一番良くないのはローピン切ってダマテンっていうのは僕はあんま好きじゃない。うん、ローピン切ってダマテンっていうのは変化がウーマンしかないし、3万を積もって言えるメリットはあるけど、3万積もに関してはね、リーチ しときゃよかったって思っちゃいそうだし、そう、4000点差のこのなんちゃの人をまくるには、まあ、リーチして積もっちゃえばまくるんだからさ、あるいは出上がり裏位置ではまくるんだから、ここは素直にトップ狙いましょう。はい、万願ぐらい打ったってまだ3着目だから、はい、そんな感じです。さあ次、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。こっちの動画も見てね。